2年生の課題ね。さあ大変、鳥難しいですね。書き順がいっぱいだけど覚えてしまえば、書けるので、まずはなぞってみましょう。はい、小鳥の子、小さいっていう字ですね。はい、1、2、3。はい、鳥いきます。思い出しながら書いてみましょう。皇室でも鳥っていう字書きましたよね。はい、それでは書いてみます。頑張ってみてください。終わりです。